さん、靴その他かにもその公園という資源を使って様々な遊び方をやっぱ自分たちで考えてましたね砂場があれば砂場なんてものすごく重要無人ですしそれから滑り台っていうのがあるじゃないですか滑り台もこの階段登っていって上からその滑っていくののほかに走ってねその滑り台の滑るところスロープを駆け上がっていくみたいなのをやったりとかあとその登ったところのね滑り台の上から いかに飛び降りりるかかみたたたいななな危険なこととをしたりとかもしましたしもまね。うん,なんかそう考えていくと今はねそのスマホゲームみたいな感じでどうやったら正解ですよみたいなのが与えられていてそれをいかに早くいかに工夫してやるかっていうふそな新しいフェーズに入っていれば入ってたんですけどもなんかその喜びを作れる人と喜びを受け取る人がもうはっきりと分かれちゃったそんな時代に入っちゃったのかなと思います。 で今回ね、渋垣隊っていうテーマでお届けしたいなと思うんですけども、渋垣隊が、その、クイズ番組とかに出る時でものすごく私としてはね、あこの発想だなと思ったのがあるんですよそれは何かっていうと、3択問題の時にそれがよく出るんですよ。3択問題っていう風にフリップを出すと、大体この質問があって答えの中で、どれが正しいでしょうみたいなのをやってね、それについてまあ回答者が答えるってやつなんですけども、渋垣隊はフリップの中に、自らね、こう、 4っていう、絶対外れじゃないですか。3択なのに。4っていうのを作り出して、ここになんかね、自分のネタを埋め込んでるんですよで。それがすごく秀逸で、このネタも秀逸なんですけども、常に4っていうのがあるのが秀逸なんですよね。だからクイズ番組に呼ばれた時も、視聴者さんはいつも期待するんですよ。どんなボケたネタを4に埋め込んでくるのかなって。当時、そのボケたって言葉知らなかったんですよ。だから渋い書き隊の、そのアドリブ力っていうのがすごいなぁと思いましたね。もともと台本であったのかもしれませんけども、 まあでも結構ねそのアイドルに対して私がちょっとこう活目した時だったんですかねでそっからなんですよ選択肢を自分から作り出すことっていうのはやっぱできるだろうなと思ったんですよだからあー、まあ、高校の3年間を歩む時に、まあ、学校生活は大体勉強が主になります勉強という競争がありますそれから勉強が苦手な人は部活みたいな競争がありますけどもその他の選択肢としてバイトのプロフェッショナルだってね当時いましたけどもその ハンババーーガー屋さんでバイトをするんででイトすするよ当時ドムドムバーガーだったと思いますけどもでバイトをしてで進路を迷う時代になるとその先輩とか社員とかにねバイト先のドムドムバーガーの,あの相談するんですよそうするとそのまま家に入らないかって誘われることが結構あったんですよねそれもだから進路の <laughs> 一つの方法まあスカウトとかドラフトではないですけどもバイト先に就職みたいな道も当時あったんでね、まあ、今でもあるかもしれませんけどもいやそれはすごいなと思いました 今度社員になったのみたいな感じでそのまますっと試験もなんか入るわけですよで最初から待遇も分かるし作業はもう最初から分かるしもう最初からバイトリーダーとかね社員でありながら自分の後輩とかを従えて、まあ、バイトをまとめる立場になって窓口になってるわけですよそういう人材はねほんと貴重だなと思いますよねでその社員が2年目3年目になったら今度は自分の高校時代の部下とか後輩とかねそういうのが社員にガッと上がってくるみたいな感じで うん、でゆくゆくはそのバイトリーダーが店長になるわけじゃないですか店長になった時には自分の部下ほとんどがなんかね自分の出身校の後輩とかでまとめられてるみたいな感じで統率力あったなと思いますよねまあもしかしたらそういうのがあってドームドームが行き詰まったのかもしれませんけどもね、うん、でもこう自らの選択肢を自らが作り出していくっていう,こう人生で当たり前のことをやっぱ私たちはスマホゲームを選ぶ時点で忘れてしまうんじゃないかなと思うんですよ今一度公園に行って その無限の資源をねどう自分が使いこなせるかここに思いをはせてもいいんじゃないかなと思いますもちろんね靴飛ばしってありましたけども靴飛ばしもね飛ばした靴の上に重ねるってて遊びもしたたんですよただ遠くに飛ばすだけじゃなくてその飛ばした靴にどう重ねるかどう当てていくかっていうのをねカーリングみたいにやってましたけどねうん、なんか懐かしいですね <laughs>